のぼけきゅうりちゃんになってしまいました。すごいです。1週間を暮らすの大きさに。きゅうりきゅうりちゃんはどんな感じかな。あれずっきゅうり、あ、でもなってるよ、なってるなってる。すごい。ズッキーニお化けになってる。ヘチマみたいに。これ味どんな感じなんだろう。やばいよこの太さ。キュウリ以上。すごい。そうもすごいことになってるけどね。ここが、茶豆な。茶豆ちゃん。これ茶豆ちゃんは順調なんだよね。なんだよね。虫食ってんの？虫食ってんの？ここがやんないとだね。なんかこう飛んだりするの？飛んだりするかどうか。ちょっと調べよう。あ、でも随分スイカの、すごい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 、ね、スイカの葉っぱもすごいね。なんか横まで行っちゃってるね、これね。どうしましょう。どうする。こっちに本当だ。広がってるね。広がってるね。ちょっとこっちに誘導してあげるよっか。こう、こうふうに。あ、そうか、ここ何もないの。何もないしね。大根、大根の葉っぱがやばいことになってる。バジル収穫した。わー、ほんとだ、素敵。きれいきれい、きれい。もうちょっとお花咲きそうだったので。いや、ありがとう。はい、しそう。ちょっと2時間だね。2時間ぐらい作業して結構きれいになりました。暑かったけど。人参も、これ人参間引きはどうだろうね。次だね。次かな。はい。人参、雑草取って、あと大根も、今日は、主の穴に、一つだけ残すように間引きを、主ちゃんがしてくれました。そしてその後で、葉っぱに、なんだっけ、お酢を作って、で作った、虫さんが嫌いな匂いを吹きかけて虫退治をしています。いい感じで、間引きしたちっちゃい大根も食べられます。今はるちゃんが葉っぱをカットしてくれています。ここはとして収穫していこう。スイカがすごい、もうつるが伸び始めてるので、これから楽しみ。元気すぎる。
またすぐ大きくなりそうなのがいっぱいあります。ずっと咲いてくれてるし、カモミールもずっと咲いてくれてるし、そしてトマトがなんと復活してます。黒くなってたけど、黒い部分を切ったらすごい元気な芽が出てきてます。楽しみ。キュウリも、おお、虫さんいるけど、できた、はるちゃん、すごい、見せて、ほら、はい、大根、かわいい大根が、切った大根、食べれるよ、食べれます、わー、すごい、やった、大根。そしてこんなに雑菌がお化けになってるのもあるけどめっちゃ取れてます。ほんとこんな綺麗に2時間作業して結構いい感じで綺麗になりました。イエス、楽しい。